100円の英語講座。はい、本日はですね、アメリカの休み事情についてちょっとお話ししたいんですけども、まあ日本でね、社会経験されている方、まあ、今実際に働いている方は分かると思うんですけども、休みを取るのってものすごい大変だっていうふうにお聞きするんですよ。日本で有給とかも全部やっぱ消化できないだとかあると思うんですけども、アメリカはもう全然違くて、もうその家族がナンバーワンみたいなとこあるじゃないですか。なんでこっちのその長期休みに合わせて有給をめちゃ使ってくるんですよ。で、一回驚いたのが、クリスマスってまあいる業界にもよるんですけど、基本的に長期の休みってあるんですよね。特に車関係のお仕事されている方っていうのは、もうなんていうんですかね、クリスマス前だから12月の23とかから休みに入って、1月の2日とかまでもうずっと休みなんですよ、会社がなくて。で、それだけじゃ飽き足らずですね、その23日の前の3週間まるまる有給全部使う人とかいるんですよ、1年間貯めて。で、それが賄い通るんですよね、アメリカだと。だからね、なんて言うんですかね、お国が違うというか、なんというか、ただアメリカのそういう文化ってのは僕すごいいいなと思って、ただ下手するとお前いなくても仕事もあるじゃんっていうことになっちゃうんですけどね。まあ、そういう人もいれば、まあ、あらかじめちゃんと自分の仕事終わらしといて休みになって、問題ないようにする人もいると思うんですけども、まあ、アメリカのね、休み事情はそんな感じですね。クリスマスになるまで休みを取っておいて、バーッと一気に1ヶ月ぐらい仕事に来ないけど給料をもらうっていうパターンが結構あります。雑学として、お話ししました。